ザヤは後に生まれるイエス・キリストについて預言しているということです。必殺技悔い改めをですね神様に。気をつけ礼よろしくお願いします。はい、今日はゆるくたどる聖書ストーリー第27回目です。今日のクラスを担当する水梨史香です。レミです。しずきです。よろしくお願いします。お願いします。ということで7月ももう今差し掛かっておりまして、夏が到来しているわけなんですけれども、皆さんなんかこう夏休みあれ楽しかったなとかこれ楽しかったなとか思い出るでしょうか。夏休みか。でも私たちが初めて会ったのってハイビーエーの夏キャン。確かに、ね、2年前に会ったんです。2年前に初めて、楽しかったなって思い出ありますか、夏のキャンプで。やっぱ海じゃない。海だよね、うん、海。そう、初めてハイビーエーのキャンプ行って、あの賛美にめっちゃびっくりしたかな。すごい感動しました、うんうん、はい、ということで、夏多分さまざまなところでキャンプあると思うんですけれども、ハイビーエーでもキャンプがありますので、よかったらまたご参加いただけたらなと思います。前回はヨナの話を見てきたんですけれども、今回はイザヤの話を見ていきたいと思います。それでは始めましょう。今回のテーマはイザヤとバビロン捕囚、苦難の中にこそ光がある。前回のお話ではイスラエル王国が2つに分裂した話を見てきましたが、2人は分裂した2つの国の名前を覚えてるでしょうか。わかりません。わかりません。わかりません。はい、分裂した2つの国、1つは北イスラエル王国と呼ばれる上にある国ですね。そして神殿を、このエルサレムの神殿を持っている南ユダ王国、北と南で北イスラエル南ユダ王国の2つに分かれていきました。北イスラエル王国はアハブをはじめとして神様の言うことを聞かない王が続いたので、割とすぐにアッシリアという国に滅ぼされてしまいます。そして南ユダの王国だけ下が残ります。とはいえ南王国も良い王様ばかりだけではなく、良い王様と悪い王様がこう繰り返し登場してきて、そのために国は良くなったりあるいは悪くなったりします。次第に悪い王様が続いていくようになったので、この国も滅ぼされていくことになっていってしまいます。まあ、悪い王様として代表的なのはアハブという王様とイゼベル、アハズという王様でした。彼らは父なる神を裏切って異教の神々を拝んだり偶像を作って、そして神様の思いも無視していってしまいました。一方良い王様として有名なのはこの後を継いだヒゼキヤという人です。彼は国中の異教の神々の偶像とかをですね、まあ、壊したり神様の神殿を建て直したり、まあ、そんなことをしていきました。アッシリアに攻め込まれて、もはやこの国も滅びるかと思われた時、ヒゼキヤは祈ったわけですね。あなたの力を示してくださいと。そしてその日の夜のうちに神の力によって18万5千人もの敵兵が打ち倒されるということも起きました。その横に神の言葉を伝える預言者として立てられていたのがイザヤという人です。イザヤはウジヤ、ヨタム、アハズ、そしてヒゼキヤと4人の王様に仕えていました。もちろん良い王様だけではなくて悪い王様にもイザヤは仕えていました。しかし彼が言うことは、相手が良い王様であれ悪い王様であれ一貫して神様に立ち返りなさいということを言っていました。最終的には南ユダ王国も新バビロニア帝国によって滅ぼされて、首都エルサレムが占領され、神様を礼拝するソロモンの建ててくれた神殿も崩壊されていってしまいます。まあ、この神殿というのは彼らにとっては神様と出会える場所でもあったので、それが壊されてしまうというのは非常にショッキングなことでした。さらにエルサレムに住んでいた人たちはこの新バビロニアの首都であるバビロンという町に強制的に連れて行かれていってしまいます。この強制移住のことをバビロン捕囚と呼び、これは80年にも及び続きました。まさにイスラエル民族のどん底の80年、真っ暗な80年でした。しかしこの屈辱の80年の間にイスラエルの民たちは反省し、もう一度自分の神の民としてのアイデンティティを見つめ直しました。まあ、この時イスラエルの民たちの信仰がここで考え直されていって、ユダヤ教として確立したと言われています。そしてユダヤ教はキリスト教の基盤でもありますから、
まあ、ユダヤ教を語るにしてもキリスト教を語るにしてもこのバビロン捕囚というのは欠かすことができない重要な事件でした。このバビロン捕囚はペルシャ帝国のキュロス2世が、まあ、新バビロニア帝国を滅ぼして終わりを迎えます。そしてこのキュロス2世は異教徒であったにもかかわらずイスラエルの民をエルサレムに返そうということをします。そして神殿を建て直していいよということを言ってくれたんですね。まあ、そんなわけで聖書の中ではちょっと英雄のように書かれ、訳によっては救世主と呼ばれたりします。ユダヤ教の人にとっては救世主とはまさにこのキュロス2世のように物理的に自分たちを解放してくれる人たちを表しています。なので後にイエス・キリストが登場した時、イエス・キリストはローマ帝国っていうこの支配下にあったところから脱出させてくれたりしてくれたわけではなかったので、イエスは救世主ではないと受け入れることができませんでした。イザヤはこのバビロン捕囚の前も後も民を励まし続けます。捕囚の前は神様に立ち返らないと国は滅びるぞと言い、捕囚の後は神様に立ち返ればきっと苦難の時代は終わるぞ、新バビロニアはいずれ滅びるし僕たちはいずれ故郷に帰り壊された神殿を再建できるんだぞと言っていました。中でも特筆すべきはこの苦難の中にあってもイザヤは後に生まれるイエス・キリストについての予言をしているということです。僕たちをバビロンから解放してくれる救世主は現れる、でもその後にもっととんでもない救世主が僕たちの血統から生まれるんだよと、まあ、ざっと要約すればこんなことをイザヤは予言していました。来るべきキリストの姿や名前、行動、そして自ら犠牲となって十字架につけられていくということまで驚くべきほど詳細に彼は予言しています。まあ、この怒られる、そして必殺技悔い改めて構成する、でもまた怒られるような失敗をする、でも必殺技悔い改めて戻る、まあ、このループからですね彼らは抜け出せなかったんですけれども、まあ、そこから抜け出す唯一の希望、そこから解放してくれるイエス・キリストをイザヤは指し示していました。旧約聖書と新約聖書は成立年代が何百年も違います。ですから両者を別々の本と理解している人も少なくはありません。しかし実際にはこの旧約聖書の中に新約聖書への太い伏線があり、新約聖書の中には旧約聖書のエピソードの回収がたくさん登場してきます。まあ、まさにですね旧約聖書と新約聖書というのは時代を超えて書かれた一つの本ということができます。旧約聖書の時代はイエス・キリストはまだ生まれていないんだから出てこないというのは誤解です。旧約聖書の語ることを注意深く読めばそこにもここにもイエス様への道がつながっていることがわかります。今日はここまでにしたいと思います。次回は少し預言者シリーズから離れてエステルという人の話を見ていきたいと思います。さてここまでで何か質問はあるでしょうか。はい、なぜイスラエルの人たちは神様に導かれて約束の地が与えられたのに敵国に捕囚されて連れて行かれてしまったんですか。はい、まあ、それは一つ言うことができるのは神様がイスラエルの民を諦めていなかったからかなと思います。まあ、だからこそですね彼らにはこう連れて行かれるという期間が必要だったんですね。まあ、僕たちからしたら愛してるんだったら連れて行かない方がいいんじゃないとか辛い思いさせない方がいいんじゃないって思うかもしれませんが、でもよくよく考えてみますと僕たちはですね、あこの人嫌いだなとか、あこの人とあんまりもう喋りたくないなとか、この人自分に嫌なことしてくるなって思ったら多くの場合ですねちょっと距離取ろうとか、あるいはもう最悪ブロックしちゃおうかなとか言ってこうその人と離れていくと思うんですね。しかし神様はこのイスラエルの民たちがどれだけ神様に対して嫌がることをしても、あるいは悲しむことをしても、はいもう終わりと言って切り捨てるのではなく、むしろ愛を持って彼らに関わり続け、そして率直にですね直した方が良いところを伝え、そのために必要な訓練を与えていきました。まあ、僕たちもですね本当に大切な友達だったらちょっとここ直した方がいいんじゃないとか、あるいはそういう言い方されると私は傷ついたなとか、まあ、そういうことを言ったりすると思うんですね。神様もイスラエルの民を愛していたので、ああもう背いたんだったらいいやと切り捨てるのではなく、むしろ愛を持ってもう一回私に立ち返ってほしいんだということを彼らに身をもってこう経験させていたのではないかなと思います。彼らにとっては痛い経験、苦しい経験でしたが、そのことを通して本当に自分は何を大切にしなきゃいけないんだろうかと、まあ、思い直す時期だったんじゃないかなと思います。
まあ、そういう意味で彼らは異邦人のもとへと80年間連れて行かれることになりました。見渡す限り自分が信じている神様を信じていない人たち、あるいは自分の目からしたらなんでそんなことをするんだろうということを当たり前のようにする人たちが広がっていました。まあ、なんだかですね、僕たちが住んでいるこの日本にも似ているなと思います。私たちが出て行った先では本当にほとんどの人がイエス様を信じていない、まあ、そんな場所なんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味で皆さんはこの ほとんどクリスチャンがいない世界で生活していて、これはちょっと大変だったなとか、これはちょっと難しかったなみたいな経験は何かあったりしますか？はい、私は小中高って普通に公立の学校に行っていて、その時にやっぱり日曜日に礼拝を守るっていうのが、そういう環境の中でいるとすごく難しくって、日曜日どこどこ行こうよって言われたりとかするとやっぱり断れない自分がいて、そういう面ではちょっと難しかったなって思います。なんか私はノンクリスチャンの友達と接してる時にやっぱりなんか価値観とか聖書観が全然違うから、それが悪いことだよとか正しいよっていうことが言えなくて、結構それで辛い思いしたことはありました。いわゆるイエス・キリストを信じている人たちが当たり前ではない世界で生きていくってことは非常にこう、まあ、試されますし、大変な中を通ることもいくつかあるんじゃないかなと思います。さて、今日登場したイザヤという人は旧約聖書の中でもイエス・キリストについての予言を多くした人だということを先ほど少し見てきました。例えばですね、イザヤ書53章の7節から8節にはこのように書いてあります。レミちゃん、ちょっと読んでもらってもいいでしょうか？彼は虐げられ苦しめられたが口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように口を開かなかった。不法な裁きにより彼は取り去られた。彼の時代の誰が思ったであろうか。私の民の背きのために彼が打たれ、生ける者の力断たれたのだと。ここにイエス様が私たちの罪のために死なれたということが描かれています。旧約聖書を読んでみますと、イスラエル民族、この人たちは人間の過ち失敗ばかり、それを繰り返します。その度に神様が悔い改めるようにと捕囚に連れて行ったり、あるいは荒野を歩かせたり、あるいは国が崩壊したりと、こうたびたび繰り返すわけですね。で、彼らはああやっぱり神様に立ち返らなきゃと言って立ち返る。でも世代が変わったり、あるいは環境が変わるとまた同じ罪を犯してしまう。まあ、これはなぜかというと、根本的な問題が解決していないからです。その時はやっぱり、間違っていたって思うんだけれども、その間違える原因となる罪が解決していないので、また同じことを繰り返してしまう。まあ、私たちもそうかもしれません。神様のために歩みますと告白してみたけど、学校に行ってみたらやっぱりダメだなと思って神様から離れてしまう。賛美をしていたはずなのに、その口から家族に対して暴言が出てしまう。神様を喜ぶ心があったのに、神様を悲しませることを思い浮かんでしまう。まあ、どうしてうまくいかないんだろうと思いますが、結局のところそれは心の中にある罪の問題が解決していないということなのではないかなと思います。まあ、だからこそイザヤはここで語ったんですね。不法な裁きにより彼は取り去られた。彼の時代の誰が思ったであろうか。私の民の背きのために彼が打たれ、生ける者の力断たれたのだと。この背きという言葉は神への反逆とか敵対というニュアンスがあります。アダムとエヴァが神様に背いてエデンの園から追放されて以来解決しなかったこの問題を、イエスが十字架によって私たちのために打たれ、死ぬことによって回復していく、その約束をイザヤは教えてくれています。しかし皆さんもご存知のように、イエス・キリストのこの解決はまさに命がけでした。お読みいただいた聖書の箇所の前の節にある4節5節には、痛みを担ったとか、神に罰せられた、打たれた、苦しめられたとイザヤは予言します。まあ、このイエス・キリストの十字架を私たちがもう一度思い起こすとき、神への反逆というのはそれだけ重いものなんだなということを感じさせられます。イザヤは神への反逆によって捕囚された後にも、このユダヤ人たち、イスラエルの人たちがもう一回回復するよという予言をしながら、しかしそれはここが回復するだけではなく、あなたの本当の問題も必ず回復する日が来るんだという、2つの意味での予言をしてくれています。
まあ、私たちにとって本当に必要なことは今の場所から助けてくれること、今の自分を変えてくれること、ただそれだけではなく本当に心から立ち返ること、本当に心から変わることが必要であり、それを解決してくれることはイエス・キリストによってでしか成し遂げられないのではないかなと思います。今日覚えておいてほしいポイントはここです。旧約聖書の中にもイエスが私たちの罪のために死んでくださった約束がある。2人は今日の聖書の話を聞いてどうだったでしょうか？はい、私は、やっぱり人間ってすごい罪を犯すと思うんですけど、それはやっぱりイエス・キリストのあの十字架でしか本当に綺麗に洗い流されないものなんだなっていうのを改めてもう一回認識することができたなって思いました。はい、私はなんかそのイスラエルの民が何度も何度も同じ罪を繰り返すのを見て、あ、なんか結構自分もやっぱり何度も何度も心を入れ替えて、どんなに激しく悔い改めても1週間2週間したらまた同じことを繰り返すから、なんかずっと悩んでたんですけど、やっぱりその都度イエス様に悔い改めをこうしかないんだなっていうふうに思いました。まあ、僕もですね、クリスチャンになる前、教会を見てなんで十字架をシンボルにしてるんだろうって思っていましたし、クリスチャンになった後もなんで十字架ずっとこの礼拝のど真ん中にあるんだろうって思っていたんですけれども、まさにあの十字架が私たちを救ってくれる、あの十字架しか私たちを救えないということをキリスト教会はずっと大切にしてきたのではないかなと思います。今日のクラスはここまでにしたいと思います。気をつけ礼、ありがとうございました。